アラウマと女は1961年公開のアメリカ映画マリリン・モンローの遺作クラーク・ゲーブルにとっても最後の作品この映画の後主演のゲーブルモンローモンゴメリー・クリフトと出演者が相次いで亡くなったネバダ州リノが舞台この街で離婚したばかりのロズリンは年老いたカウボーイのゲート、自動車修理工のクイドと知り合う 野生馬の群れを見つけたゲイたちは馬を捕獲してドッグフードを作る工場に売ろうと計画を立てる。ゲイたちは若いカウボーイのパウスを仲間に入れ捕獲に乗り出すがロズリンはそれに反対する。ファザーコンプレックスのモンローにはゲーブルが頼れる男性に見えたであろうことは頷ける。二人の親密ぶりは映画の中だけではなかった。荒馬との格闘シーンで両体に打ち打ち。 スタントをつけないで演じた末、ゲーブルは、クランクアップ後に倒れ、亡くなった。モンローは、ゲーブルファンからは、お前が殺したと責められ、失意に沈んだ。イーライオ・ラックは、この頃のモンローをよく知る証言者の一人である。モンゴメリーも数年後、若くして不幸な死を遂げる。この映画の現代は、ザ・ミス・フィッツであるが、原作者のアーサー・ミラーは撮影当時、モンローの夫であったが、 すでに二人の中は冷却状態にあり、後に離婚。まさに出演者のそれぞれが何か噛み合わない人生模様の中で制作された作品であった。この映画の撮影の様子は写真家のインゲ・モラスが撮影しており、それらの写真はマグナムフォトの写真集などで見ることができる。ありがとうございます。